はい、どうも、ティーチャーシスで今回ですけど、今回は、今日はね、サムネタイトルにある通り、無料でね、栄光物資勲章がね、最大70個もらえるということでね、こちら紹介していこうと思います。ということでね、意外と知らない人がね、いると思うんですけど、これイベントからね、これサマーフェスで地味に追加されてるんですけど、これ、ラッキースクラッチってね、来てますね。まあなんか、スクラッチ削って、同じやつが出たら、最大一等賞が10個って感じですね。まあ参加賞でも1個は必ずもらえるんで、期間がね、ちょっと昨日本当は紹介したかったんですけど、ちょっと今日になっちゃったんですけど、7日間ね、開催してるんで、最大70個ということで、まあ全部参加賞でも7個ね、もらえます。これ説明書いてあるんですけど、まあスクラッチは1日1回ね、購入できます。まあダイヤで買えるんでね、100ダイヤで買えるんでね、誰でも買えるとは思います。まあということで今回これ、開けていこうかな。昨日がね、僕、3等でしたね。3つ、もらいました。この絵柄がね、揃えばいい感じですね。やっていきましょう。じゃあ、買います。はい、じゃあ、スクラッチ削っていきましょう。はい。外れ。はい。外れ。これは参加賞かもな。参加賞ですね。はい、こんな感じでね、1日最大10個手に入るんで、皆さんもよかったらね、やってみてください。まあ、ぜひ1等とかね、当たった人いたらコメント欄に書いてみてください。まあ、これは1等結構ね、当たる人いるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、こちら、ラッキースクラッチのね、紹介でした。まあ、あとはこれですね。まあ、今日、これ、ログインしたらね、これ、もらえましたね。このボイス。これ、アーニャの声優の人のボイスかな多分。これですね。準備はいい？集合しよう！もう全然アーニャ感ないけどね。うん。ごめんなさい。うまくできなかった。まあ、これもログインしたらね、もらえるんで、ぜひもらってみてください。で、まもなくね、こちら、25日から三国のガチャがね、リリースされるんで、まあ、こちらもね、皆さん楽しみに待ちましょう。まあ、この、見た感じだとこの真ん中のやつが可愛い感じだよね、多分。うん、一応僕は、補給、この交換チケット450枚残してるんで、まあ一応ね、課金しなくてもゲットできるようにはしてるんで、まあ25日ね、楽しみに待ちましょう、ガチャ。ということで今回、サマーフェスのね、ラッキースクラッチについて紹介させていただきました。まあ一戦だけ通常行こうかな。うん、行きます。よし、ということでね、一戦やっていきましょう。あれ？そんないないか。そんなにいなかったですね。よいしょ。一人いるね、こっちに。どこだ？この子はね、多分かわいい。びっくりした。あ、殺されたー。この子殺されたー。いるね、いるいるいる。あそこか。今、見てたな、こっちのこと、ワンチャン。ワンチャンバレたかも。動かざること、山のごとし。祈ってるだけです。ちょっともう一戦やりまーす。もう一戦やりまーす。喉がね、痛いんですよね。はい。まあ、関係ないですけど、行きましょう。レッツゴー。え、今来た。何？あ、こいつどこだ？やばい。びっくりしたー。まあ、僕は見逃してあげますよ。優しいんで。いるね。いや、いや終わるなこれ。オッケー。あれまだいる。あれもう一人いるのか。お
イモってんのかーい。イモってんのかーい。ということで制圧したかな。なんだこいつ。なんだこいつ。絶対プレイヤーでしょこれ。仲間か。仲間だよね。待って、いるわ。OK、一人。めっちゃ頑張った。めちゃくちゃ頑張ってもうた。するから。